三菱 EK 日産オッティオッティは日産自動車が2005年から2013年まで販売していた軽セミトールワゴンである三菱自動車工業から初代二代目 EK の OOEM を受け製造はすべて岡山県倉敷市の三菱水島製作所で行われた2005年1月17日の三菱日産の共同プレスリリースで EK ワゴンおよび EK スポーツの OEM 供給合意を発表。同年6月7日よりオッチとして発売開始した。日産の軽乗用車としては2002年に発売されたモッコに次ぐ2車種目のモデルで、三菱からの OEM としては2003年から販売されている軽貨物車のクリッパーに次ぐ2車種目のモデルでもある。フロントグリルなどのデザインやボディカラー。 全グレードでの ABS 標準装備などを除き、OEM 元の EK ワゴン及び EK スポーツと大きな違いはない。RX グレード構成は、下から S、E、RS、RX で4輪駆動車は全グレードに用意され、グレード名称の末尾に砲が付記される。そのうち S と E が EK ワゴン、RS と RX が、 EK スポーツの OEM である。EK 同様に S および E と RS および RX はフロントグリルや前後バンパーが変更されており、RK にはリアスポイラーなども装備される。また、最下グレードの S には13インチフルホイールカバーが、E および RS には13インチアルミホイールが、最上級グレードの RX には14インチアルミホイールが装着される。また、 2006年5月15日には S および S4 をベースとした特別使用車、ノワールセレクションが発売された。13インチアルミホイール、ルーフスポイラーなどが装備され、インテリアカラーがブラックとなっている。なお、ノワールはフランス語で黒を意味する。エンジンは最上級グレードの RX を除いて、自然吸気の 3G83 型エンジンが搭載され、RX には、 インタークーラーターボが採用される同型エンジンが搭載される。トランスミッションには、最下グレードの S には3足 AT あるいは5足 MT が、その他のグレードには4足 AT が組み合わせられる。2006年9月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2006年10月2日に2台目と入れ替わる形で、販売終了。2006年9月に EK ワゴンが、 フルモデルチェンジされ、合わせてオッティも同年10月3日に2代目にフルモデルチェンジされた。ただしエンジン及びプラットフォームなどのメカニズムは初代からの完全なキャリーオーバーとなり、ボディサイズも初代とほぼ共通となる。また、オッティにはオーテックジャパンによるカスタマイズカー、ライダーの設定もあるが、初代の RK や同系の EK スポーツにオプション設定されている。 デカロシートの設定はない。エクストレイルが2台目にフルモデルチェンジして、以降は日産車最後のセンターメーター採用車でもあった。グレード構成は、基本的に先代と共通だが、2006年12月末より、標準車に左側パワースライドドアを採用したグレード M が、2007年より RK に自然吸気エンジン搭載のスライドドア装備グレード RM と、 ターボエンジン搭載のスライドドア装備グレード RZ が発売された。M にはトランスミッションが3速 AT と4速 AT の両方が用意され、3速 AT 車には S と共通の13インチフルホイールカバーが、4速 AT 車には E と共通の13インチアルミホイールが採用された。また、RK については、RS、RM のホイールは E と共通デザインであるが、 後期タイプのものが採用された。また、RZ には RX と共通の14インチホイールが装着される。後期型 RS2008 年9月8日には EK シリーズに合わせてマイナーチェンジが行われ、標準車のフロントグリルバンパーが一新された。RK についてもフロントグリルがそれまでのボディ同色から黒色のものに変更され、フロントグリルに フィニッシャーが追加された。また、エンジン制御システムの改良などにより燃費向上も、なされた。同時に、リモコンオートスライドドア車のグレード名が変更となり、M、M4 の3速 AT 車が、S スライド、S4 スライド、同4速 AT 車が、E スライド、E4 スライド、RM、RM4 が、RS スライド、RS4 スライド、RZ、RZ4 が、 RX スライド、RX4 スライドとなった。販売好調なオッティをあえて廃止したのは晩年にエンジンのリコールが多発したためである。詳細は三菱自動車 3G83 エンジンに関する問題に適彩。イタリア語で最高という意味のオッティもからの造語。すべてのものがコンパクトの中にベストバランスでパッケージされていることを表現している。 プレスリリース企業情報、投資家情報、三菱モーターズ2005年1月17日付、おっき2005年6月から2006年10月生産モデルのカタログ、リクルート株式会社、2020年1月18日閲覧、日産自動車と三菱自動車、協業による新型軽自動車のエクステリアデザインを公表、日産自動車、 三菱自動車工業二社連盟によるリリース2013年3月8日。ありがとうございます。